ランドサット5号はアメリカ合衆国の地球観測衛星。ランドサット計画の5期目の衛星であり、1984年3月1日に打ち上げられた。当初の目標は衛星画像の全世界的な集積記録を提供することであり、アメリカ地質調査所によって運営され、情報が集められ、 ユスグスの地球資源観測科学部から配布されたランドサット5号はその長い運用が特に有名である。低軌道では最も長く持続した人工衛星である。最大通信帯域幅は 85Mbit 秒であり、705.3km の高度に展開されており、地球全体を操作するのに16日かかった。衛星としては、 ランドサット4号と同型であり、もともとバックアップと考えられており、同じセマチックマッパーとマルチスペクトラルスキャナーなどの装置が搭載されていた。MSS は1995年に電源を切っており、2012年に再度稼働している。ランドサット5号は設計寿命を大幅に上回り、もともと3年のミッションであったが、さらに20年以上継続された。 2009年3月、ランドサット5号は25周年を迎え、もともと3年の計画を22年以上上回った。その後2013年6月まで28年間運用された。2005年11月26日、バックアップ太陽電池アレードライブが異常な挙動を示した。太陽電池アレードライブは、太陽と太陽電池の間の適切な照射角度を維持している。 装置であるが、太陽電池アレードライブの回転が散発的になり、太陽電池アレが電池の充電に必要とする電力を提供できなくなった。電池への電力を維持することは、宇宙機の適切な運用を維持するために非常に重要である。バックアップでない第一太陽電池アレードライブも似たような状況になり2006年1月に故障した。これらの結果、 撮像作業は中止された。1ヶ月間の調査と2006年1月の試験の後、新しい操作手順が開発され、ランドサット5号は再び通常の運用を継続できるようになった。2009年12月18日、ランドサット5号の通信機に技術的な問題が起こった。データダウンリンクは北米経由で画像を取得する試験が成功したため、2010年1月7日に、 復旧した。この試験では唯一残っていた進行破壊アンプを利用した。残っていたツタは実際にはシュツタで1984年に打ち上げた際は運用が行われていたが、1986年から87年にかけていくつかの問題が起こったためシュツタは利用を止められ、複形の上調、ツタが現在まで利用されてきていた。 フライトオペレーションチームは最初の成功率の通信に福津田の22年間にわたる運用の間に得られた教訓を種津田にも適用できた。通信システムの一部を構成する重要な増幅機の能,能力の変動によって画像取得は2011年11月18日から90日間中断された。ユスグスは衛星が27年間の宇宙での運用を経て 寿命に近づいているとした。2012年3月、ランドサット5号は投入されてから28年の運用を縮賀された。2012年4月に MSS が成功裏に再起動された。2013年2月10日、NASA はランドサット5号が28年10ヶ月と数日で最も長く運用された地球観測衛星としてギネス世界記録に認定されたと公表した。 2012年12月21日、ユスグスは、ランドサット5号のジャイロスコープの一つで障害が続いており、数ヶ月以内に運用を終了すると発表した。衛星は3つのジャイロスコープを搭載しており、機能するために2つは必要であった。ランドサット8号が運用を開始する2013年の6月に、運用を終了する計画になり、 最後の画像を送信した9日後の2013年1月15日から残った燃料を使って軌道を下げる運用が行われ2013年6月5日に最後のコマンドを送信して運用を終了した。ありがとうございます。